クリストバルイシは、二酸化系素の結晶多形の一つで、石英の高温結晶系、型形石とも呼ばれる。火山岩の空撃中に散する。クリストバルイシは1、摂氏470度以上で安定だが、低い温度でも、純安定となる。クリストバルイシは、ほとんどの二酸化系素の多形体と同じく、フレームワークと呼ばれる。 酸素原子が近隣の四面体と共有される死を世に四面体から構成される立体構造からなる。クリストバライトのフレームワークには複数の形がある。高温では立方構造だが上圧の摂氏250度以下に冷却されると正方構造に変化し、そのフレームワークの中で二酸化系素四面体が傾いた構造となる。この相転位は アルファーベータ転移と呼ばれる。立方のベータ症は全体としては無秩序の二酸化系素四面体からなる。四面体はかなり規則的なままで、炎の影響のために理想的な四面体の方向からずらされている。アルファーベータ症転移において三本の縮体した立方の結晶軸のうちの一本は四角形の形で四つの方向を取ることができる。軸の選択は任意で、 そのため、いろいろな総称が同じ結晶粒の中にできることになる。相転移が不連続に生じるため、クリストバル石を含有するレンガに転移温度を通過するような熱サイクルを繰り返し与えると、大きな機械的損傷を生じる。二酸化系素が不透明になるとき、その熱力学の安定範囲以外でも、クリストバル石は通常できる第一章である。 プレシャスオパールを作るマイクロメートル級はクリストバル石でできている。種類によっては水分を含むと様々な物質を吸着する性質があるため、汚水の浄化、土壌改良及び改善、セシウムの吸着等の効果が望める。シリカを含む採石の採掘従事者に、軽肺の発生比率が高いことが知られている。2001年、国際眼研究機関は、 クリストバライトの粉塵に発言性を認めている。ありがとうございます。